今回は TTM についてのお話です皆さんご存知でしょうか一体何の略なんでしょうかそしてもしよろしければこちらの動画の高評価とサンクスボタンよろしくお願いします皆さんこんにちはおかげさまで一年を迎えております 過去百数十回喋った内容を振り返ってみますとまあ面白い漫談もあれば難しい話を非常に優しく喋ったことも全く役に立たないような話もいろいろあったと思いますが今日は多分過去のテーマに比べたらめちゃ難しい話を一つしたいと思ってますダッシュボードマネジメントと言いますこのダッシュボードマネジメントをまとめて全部喋ったら本当に YouTube では伝わらないぐらい難しい話ですが今日はもう本当の入門の入門の話をします。 まず売上げのトラッキング売上げが今どう推移しているかっていうデータをどう見ていくかっていうことなんですがどこの会社もですね年間の事業計画を立てるわけです。今年100億売りますそれを1月がいくら2月がいくら3月いくら第1四半期いくら第2四半期いくらとこのように売上げ目標を立てますねいわゆる事業計画に対するギャップこれはどこでも見るんです。 でほとんどの会社がです、ね、事業計画に対して満たす満たすやー5%アップしてるそれが一番大事だって勘違いしてるんですね。この事業計画っていうのはあくまでも計画であって1年の途中でその計画は売れたらもっと売る。 いろんな要因を分析して、もっと売上目標を下げて、利益を重視して、経費も絞って、売上を多少下げても、利益を確保する。いろんなナビゲーションがあるんです。従って、事業計画対比のギャップだけで一喜一憂するっていうのは、本来、私はおかしいと思います。一番大事なことは、前年対比です。 前年対比で売上が上がったか利益が上がったかこれがその後の会社の投資体力投資戦略にもつながっていきますから事業計画対比のギャップよりも一番大事なことは前年対比ですじゃあ前年対比をどう見ていくかということですが月次で見ていくやり方はどこでもやってるんですところが月次で見ていくということはですねまあ海で泳ぐことをイメージして聞いてください 自分が海でこう泳いでる時っていうのは自分の周りの小さなしぶきとか波とかそれは見えますねところがドローンで上空から見た時はその小さな波は見えないですもっと大きなうねりが見えますその経営というのは自分が泳いでる周りの波も見なきゃいけない上空からもっと広い視野で大きなうねりも見なきゃいけないんです とということはどうやって見るかっていうと月次は当然見るんですが月々締め日を売り上げが超える場合もあれば超えない場合もある特に住宅注文建築業っていうのは春工引き渡しが月末で間に合う場合もあればそうなると一つの案件の単価が高いですから月次で見ると上がったり下がったりこう見えるわけですよ。 これでではは一,喜一憂は見えないですねもっと大きな売り上がどうなってんのってやっぱり見なきゃいけない。ということはどうやってやるかと言いますと TTM と言いましてトレーディング12マンス。12マンスの12か月ですねで。トレーディングっていうのは尻尾っ,っていう意味です。したがって1月末から12か月遡ってその累積の数字を見ます。2月末から12か月過去の12か月の累積売上を見ます。3月も遡って12か月。 この12ヶ月の累計を毎月プロットしていくというローディングをしていくとですね、小さな波よりも大きなうねりが見えるようにグラフが変わってくるわけですこういった見方も大事な見方です TTM と言います詳しくはウェブで検索すればどこでも出てますから参考にしてくださいじゃあ話戻すと事業計画対比のギャップ前年対比のギャップそれを月地で見る四半期の合計で見るまたは TTM で見るとあります あとですね今日もある会社の社外取締役やって業績の結果を見てきたんです今年の着手の予想も見ました前年対比事業計画とのギャップ見るんですねで私が強く勧めたのはそれだけじゃ足りないよと毎月1回受注予測をするとしますね今年の売り上げいくらになるか今は11月ですね10月の時に1ヶ月前はいくらと予想したんだろうとその10月の予想値が今月どう変わったか 前回予想値と今回予想値のギャップこれ見るべきなんですよこれが上がってたらなぜ上がったか下がってたらなぜ下がったかその要因は何 対策はどうする上がった要因が棚本だったらしょうがないですけど大きなチャンスをつかむような営業の成功に起因する要因で売上が上がったとなるとそこはものすごいチャンスですからもっとどうしようというい判断になるわけですねこういったことも含めてですねビジネスの検証というのは私の言葉ではよく言うのは静止画を見るなっていうんです静止画で判断するな動画は見ろと。 なぜ今日の数字はどんな過去の動画でこういう数値に至ったか。 それを見ることによって明日の動画が見えてくる予見力が上がる予見力が上がったらもっと攻めの投資をする守るっていうナビゲーションができるわけですねでそういったことでこの動画を見ていくビジネスのこの大きなうねりっていうものをビジネスパイプラインマネジメントという言い方をするんですがそういった見方も非常に大事と思いますそれからもう一つ TTM の見方だけじゃなくてですね月次の売上だけを見るんじゃなくてマウス・トゥ・デイトイヤー・トゥ・デイトこういう見方もします イヤートーデートっていうのは会計年度が1月から12月だとしますと1月から今日の11月までの累積がどう積み上がってきたかっていう見方です。マーーストーデートというのは例えば今日は11月16日11月1日から16日までの売り上げがどう積み上がってきたかこういう見方をします。このカーブを前年のカーブと今年のカーブで重ねてみるんです。 それれが相であれば外的要因シーズナリティ同じインパクトを受けたんだなと見えますし相似系でなければ外的要因以外に何か内的要因があるかもしれないまたは外的要因も去年にはなかったような外的要因があるかもしれない例えばウクライナ戦争だとか円安だとかね去年はなかったわけですよね。そういいったたこととをを見ててくためにもイヤーーーデートのカーブを削退と重ねてみるということでまた見えないものが見え始めるんです。 こういったことでいろんなデータの見方があって見方っていうのはここっっちちかからら見見る、こっちから見るまたはスライスして見ていくんですススライスというのはどういうことかっていうと地域別に見る店舗別に切ってみる男性と女性で見る年代層で切ってみるまた商品ごとに見るというふうに経営の数字をですねスライスして見ていけば見ていくほどビジネスインサイトといいましてこのビジネスの機械展とか課題がもっと深掘りされるということになっていくわけです。 このデータをポンって見るとですね表面的に見えているデータとは事実ですよねそれを切っていくと事実の裏には真実があります真実の裏まで見ていくんですそれは真相です真相まで見ていく力をビジネスインサイトコンスーマーインサイトと言いますということでめちゃ難しかったかもしれませんがダッシュボードマネジメントはまだ無限にありますいかがでしたか私はまた一つ賢くなりました多分